やっちまったわ。あー、なんということでしょう。 SD カード忘れてしまいました。いや、このままではアルファ6500がただの置物になってしまいます。なんてこったい。まさか俺としたことがやっちまいましたね。次の動画のインポートのために SD カードを外していたんですよ。これじゃあアルファ5000使い物にならないです。やむを得ない。プラン B、カメラが使えないんだったら iPhone XS を使えばいい。 iPhone XS もね、なかなかいい画質を持っていますからね。しかしただ iPhone XS はね、使うわけだけにはいけませんよね。ズーム機能を使って、それでいて 4K の 60p で撮ってやる。これを使えば、そう、これが 60p の映像、 4K の映像ですが、ある程度ズームが効く。ただそのまま引き伸ばしたらね、画質的にはちょっとあれなんで、まあでも及第点でしょう。やむを得ん。プラン B だから。一応新千歳空港に着陸する飛行機も撮っていましたが、やっぱり引き伸ばしはいかんですね。少しだけ引き伸ばす程度でいいでしょう。さあ、日が昇ってきたぞ。今度こそね、2015年から撮ることもできなかった初日の出、3年ぶりの初日の出を撮ってやる。さあ来るぞ。7時15分ぐらいに顔を見せるだろう。来い来い。お、え、ちょっとなんか雲行きが怪しくなってきたんだが、しかもなんか雪降ってるし、え、ちょっとやめてけよ、やめてよ、そんな。おい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 、雲が、急に雲がかかってきやがったぞ。マジか。ちょっとそれはないわ。いや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 、それはねえわ。はい。はい。ということで、2019年の初日の出撮影チャレンジは、見ての通り、雲に隠れて失敗いたしました。3年連続ですね。まあですがね、今回は失敗した映像を、動画にいたしましたんで、ね、こんな感じでなんか3回失敗してるっていうのをお見せできたんじゃないかなと思います。では、2019年もルミナスタジオよろしくお願いいたします。で、こんな形で、VR とリアル両方頑張っていきますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。でもこれじゃ納得いかねえな。もう怒ったぞ。今年はね、俺もバビ声をチャレンジしてやる。ちょっと本気だぞ。やってみせるからな。